トロピノンは第一次世界大戦の際に不足したアトロピンの戦具体として1917年にロバート・ロビンソンによって合成されたのが有名なアルカロイドである。トロピノン、コカイン及びアトロピンはすべて同じトロパン骨格を持っている。トロピノンの合成は1901年にリハルト・ビル・シュテッターによって初めて行われた。 構造的に類似しているように見えるシクロヘプタノンを原料としたが、窒素を導入するのに多くの段階が必要であり、合成の全体の収率はわずか0.75%であった。ビルシュテッターはかつてトロピノンからコカインを合成しており、これがコカインの最初の合成及び構造を解明であった。1917年のロビンソンによる合成は古典的な全合成とみなされている。 トロピノンは二カ分子であるが、反応に使われる主役は、スクシンアルデヒド、メチルアミン、アセトンジカルボン酸とシンプルである。生合成でも同じ物質が材料として用いられるため、この合成は生体模倣の良い例である。また、ワンポット合成のタンデム反応でもある。さらに、合成の終了は17%に達し、その後の改良によって90%にもなった。 この反応は分子内20万日比反応である。ピペリ人合成では他の物質も同様の反応を行う。ありがとうございます。